皆さんどうも、まきゅうです。今回はね、今イベント結構ね周回頑張ったということで、お宝集めねガチった上でどれぐらいねドロップで揃ったかについて紹介していこうかなと。人によってはさ、何色まで落ちたらね横取りしようとか迷ってる人も多いと思うので、それのね参考になればかなと。まあガチったって言って、お前はどれぐらいやったんだって思う人もいるかもしれないんだけど、Y ポイントで言ったらね、すでに、4万ぐらいかな、まあ3万ぐらいは増えたと思うから、まあ過去最近マジで俺サボってたから、イベント通して10万も稼がないぐらいだったから、マジで今部は頑張ってる。まあなんで頑張ってるかっていうと、シンプルにねワイプがやばかったから、もう今部ねガシャ回し終わった後なんてね10万切ってて結構積んでたから、なんとか今23万まで戻ったわ。まあそれは置いといて、じゃあお宝の話いくと、まず第1から第4までは今回ドロップだけで揃ったかな。うん、まあ少し前の動画でも話したんだけど、第4のお宝めちゃくちゃ運良くて、ほらこんな感じで、カンストした色も一個もなくて全色落ちたんだよね。まあ、でもさ、結構コメント欄で来てたのが、第4ね、こういう人もね、こんな感じで運よくね、揃った人もいたから、ワンチャン今回落ちやすいかも。まあでも、沼るときは沼ると思う。まあ基本はね、第4まではやっぱね、ドロだけで揃えたいかな。まあ最悪第4は一色ね、どうしてもきつかったら奪っちゃうのはありだと思う。で、第5からがね、まあ大変になる、お宝積みになるんだけど、第5はね、これね、4色落ちて、もう残り4色は奪っちゃったんだよね。なんでかっていうと、やっぱ第6のさ、リュータのスキルに、自分、ニューロンパーティーとかね、動画も上げてると思うんだけど、そういうの早くね、上げたいっていう上で、まあ、奪っちゃったかな。だから基本は5色目、6色目、まあ5色はね、頑張って落としたいかな。うん、まあ、最悪4色ね、課金とかできる人奪ってもいいけど、まあ、無課金とかさ、うん、第7とかその辺も見据えるなら、まあ5色、6色ね、狙った方がいいかな。まあこんな感じでした、自分、第5はね、99が2色ね。まあ当たり前か。うん、まあ仕方ないね。で、次が一番大事なね、第6のお宝だよね。ここが、さっきね、第5は4色だったんだけど、第6はね、運よく5色ね、すぐ落ちたんだよね。これ見てもらったら分かる通り、一番多い色で42だから、カンストとかもせず、すぐね、5色目落ちたから、パパッとね、3色は奪っちゃったから、もう、また奪われて4色戻るの嫌だったからね。だから、自分はね、結構第6、第4はマジで奪われたと思う。第5はまあ順当な、うん、上振りはなかったけど、だから第6は、まあ、基本はみんなもね、5色目、うん、頑張って狙ってほしくて、まあ、運良かったらこんな感じで揃うかな。うん、自分みたいに。で、今やってんのが第7で、ここがね、マジでガチってるのに周回ね、闇なんだよ。もうずっとここで4色で止まってる。やっぱ第7のお宝ってこんなに闇なんだなと思った。はい、これ見てもらったら分かる通り、まず第7の、その、めっちゃドロリ高いわけで、ないところでさえもうね、99が2色出ちゃってて、でも残り2色43、26で、もうこれイベント最後までいったらさ、全部99になっちまうんじゃないのぐらい沼ってて、こんなに第7のお宝って5色目落ちないんかな。ちょっと俺さ、第7結構放置するさ、時多いから、うん、あんまクニピン周回しなくて。だからね、わかんないんだけど、こんなに第7って5色目落ちないもんだろ。それとも、下振れてるんかな、どうなんだろうね。だから今、周回ね、結構ガチってんだけど、5色目ね、第7は落ちないって感じかな。でさ、動画撮ってる次の日かなに第8も追加されるから、第8なんだったっけ、なんかそんないい報酬なのかあんま覚えてないけどさ、早めにちょっと第7もう終わらせたいなと思ってるから、ちょっと今日中にね、5色目狙いたいかと。まあ、こんな感じかな。だからね、基本は、まあ、第4はちょっと今回落ちやすくなったかわかんないけど、第5からね、第7はやっぱ2色、うん、3色とか、まあ、99になっちゃうのが多いと思うんだよね。まあ、それぐらい周回したら、ま、さすがにね、俺みたいにまあ運良くなくても5色目はね、落ちる可能性結構高いと思うから、まあそれぐらいまで頑張ってね、周回してお宝集めていくのおすすめかな。まあ、みんなもさ、うん、どれぐらいでね、第何のお宝が揃ったとか、まあドロップしたとかね、何色目が教えてくれればいいかと思います。はい、というね、今回は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。